ちは。今日は東京メガイルミに行ってきました。英語だと分かりにくいと思いますので簡単にお伝えします。大井競馬場で週末行われています。リンク先を動画説明欄からクリックしてみてね。イルミネーションが好きなのでこういった動画を投稿していきます。撮影で使用したのは360度カメラです。動画は360度ではありませんが、どういう雰囲気か伝わればと思い動画にしました。安全面を考慮して棒の長さは30センチ以下にしています。部分的に目で見るよりチカチカするところがあるので早送りするなど各自対応してご視聴ください。それでは東京メガイルミ動画どうぞ。
でも僕にはね、飴じゃないものを持ってる。そうだね、たまだなるきみたいだね。行ってみるか。
帰り。これ見て。ゴール。かいちゃん、これ見て、これ。これ見て。花を使って、花じゃなくない？使う。花を使って見て、パパ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。動画の感想などコメント欄で教えてください。こちらの動画もご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。